大谷翔平の本塁打と盗塁数を NPB 球団と比較してみた。本塁打数1位ソフトバンク103、2位日本ハム100、3位横浜93、4位ヤクルト92、5位巨人77、6位ロッテ72、7位楽天68、8位オリックス65、9位阪神64、10位中日61、11位西武55、12位大谷翔平53、13位広島51。盗塁数1位ソフトバンク85、2位日本ハム83、3位楽天81、4位西武73、5位ヤクルト61、6位横浜58、6位ロッテ58、8位広島56、9位大谷翔平55、10位巨人53、10位オリックス53、12位中日37、13位阪神36。大谷って大したことなくね。メジャーで4040とかが称賛される理由が少し分かった。強さとの相関はそこそこありそうやな。確実に1点以上入るホームランの数と一進塁の盗塁の数を並べるのは違和感あったけど、ある程度チーム力とか選手の能力を測るのに適してるんだな。盗塁って塁を一つ進める以上のダメージを相手に与える気がする。もちろんホームランほどじゃないけどな。阪神のいまいちな理由は盗塁か。広島なんでこれでいくら争ってんだよ。広島ボーイチボーロクやぞ。大谷とがっつり張り合えてる。いや、広島どっちも西武に負けてるやん。大谷翔平暗黒西武よりどっちも下とか。会ではあるもののそこそこ普通な感じで1球団と張り合えるのがすごい。言うても大谷翔平って一人だからな。てか日本ってスモールベースボールとか言いながら送りバントしてるだけだったんやな。ホームランも少ない、盗塁もしない、そりゃつまらんって言われるわ。でもしっかり客は入ってるんだよな。まあ地域に根強いファンがいるのと、特定の選手を見に行ってるファンがいるんだよな。ホームランと盗塁の組み合わせも牧野2-0、1-0が最高だろう。そもそも30本超えてるの村上と山川だけだからな。まあでもナリーグのなんやかんや言うて大谷以外は40本以下だろう。管理人のつぶやき、大谷さんが日本に収まりきらなかったのがよくわかる結果でしたね。あとは新庄さん率いる日ハムが着実に強くなってるのが本塁打数と盗塁数から見て取れるなと思いました。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。